2月15日、静岡市のアザレアで農産漁村における男女共同参画社会の実現を食と農の側面から考える研修会を開催しました。まずは県担当者が第2次静岡県男女共同参画基本計画について説明し、国の事業を踏まえ県に即した計画を間もなく策定することを報告しました。男性女性の特性を生かした役割分担は、続いて元県中園農林事務所で米の普及員として勤務していたお笑いタレントのジャー竹谷さんが、普及指導員としての経験を生かして米の美味しさや食の大切さをユーモアを交えて伝えました。伊沢を添えてみました。お米一粒には七人の神様が住んでいるという、こういう言葉あるんですけども、これはまあそれだけお米って素晴らしいんですよと。米の面白い名前を織り込んだお米のラップなども披露。米がうまくてどうしようもない、日本酒みりん味噌焼酎、家庭の台所には焼酎しょっちゅう、暮らしに役立つ。会場も一体となって盛り上がりました。最後に国内外の食環境に詳しい金丸ひろみさんが講演、食育と地域づくりに成功しているさまざまな事例を紹介しました。金丸さんは地元の良さをしっかり認識して自信を持って活動しているところは必ず成功していると、農産物の直売所を経営する女性の活躍の事例などを話しました。